さあ、ございます。やってまいりましょう。いや、え、誰、あんな人いた？はいはい。おうおうおお、できたか。うん、朝の8時から夜10時。おお、もう回転してるな。はいはいはい。おお、おお、なるほど。で、後ろの人は後ろのちょっと目がヤバめの目の方はどちらさんなんでしょう。ん、うん、電話、新しい人が来るのかな。ん、後ろの人の説明は一切なかった。やべ、もう3日ぐらい会えちゃったから何をやるべきだったのか思い出せない。はい、おはよう。そうそう、こないだ友達の島に遊びに行かせてもらってさ、これでバラもらってきたりして、でタヌキも作ったんだよ。ほら、粘土取って、あれ、竹生えてないな。竹の子植えたんだけど竹生えてないな。そうそうそう、で地味にね進めたんだよね、少し。だがこの人は知らない、レイジはい、そうです、あずきち、あずきです。はい、レイジね、ははは。あー、なんかそう、そうみたいですね。うん、お花か。低木ってなんすか。うん、うん、あ、なるほどね、椿ね。確かに高さはないよな。ああ、ああいうの低木って言うんだ。じゃあどうしようかな。まず、ああ、ここね。あ、なになになに、あ、なんだなんだ呼び捨てだな、お前はいつも。よ、うん。リアクション、おうおうおう、おう。リアクションしたいときは ZR だ。おう、はい。あ、もう覚えたの。うん、 ZR。 あー、なるほど、ハッピーパチパチ。あ、なるほど、いや、あ、なるほど、ほら、あ、顔これで止まんだ。あ、いいな、なんかサムネとか作りやすいな。そうっすか、じゃあお店行こう。何するんだっけ。お、なんか知らない人がどんどん増えてるな。はてなはてなはてな。この人早くじゃね。あ、女性なんですね。絹代さん。はい。おお、衣類、服屋か。服屋は一刻も早く来てほしいですね。ずっと下着で過ごしてますんで、私。うん、うん、おざーす。キラーンつって去ってたな。はい、はい、おはよう、おめでとう。うん、 DIY では作れない市販の家具。はい、ははは。あ、はい。これは？これ不要品ボックス？あ、ちげえ。冷凍庫。冷凍庫いらねえよ。
あ、じゃあこれも売りもんか。座ったらプーって言っていいっすか。あんだついてくんじゃねえこの野郎。万引きを疑っている。見すぎだろ。そうですね、別にいるもん欲しいもんねえな。チャレンジ DIY レシピ。おーおーおーおお、家にこだわれるということか。まだその段階ではないな。んじゃあチャレンジ DIY レシピ。はい。あ、そうですか。あ、じゃあ大丈夫です。うん。釣り竿ねえじゃん。釣り竿くれじゃ。釣り竿。はい。ほんで、はいはい。そうだな、シェリー。あ、なんて。夢の中へお出かけ中。起きてる時にまたおいでシェリー。せ、じゃあ社長ちょっと。あ、びっくりした。社長。お、一人になっちまったな社長。ん、誰にで。うん、めちゃくちゃ慌てている。どうしたの。うん、聞こえてたよ。おおおおおお、よかったね。おお、なんで。ああ、なるほどね。うん、いや土地の確保はね、もうどうせ俺がやるんだから。はい。うん、いやいいけど、ローンを減額してください。5万ベルだ。お前なあ、いい加減人に何かを頼むときにあまりにも無料無料は良くないぞ。うん、橋。お、なるほど。まあそうですね、橋を架けるための基礎を DIY で作れ。お前給料くれよ。もうタヌキ開発の社員だろうよこれ。仕事量が。マジっすか。すげえいいように使われてるな。あまり言うことを聞いて聞き続けてしまうと、こいつを調子に乗らせてしまうことになる。来てやるぞもうこれ。社員だっつうことで。ちょっと待って。忙しくなってきたな。僕実はね、はしごが作れるようになったんですわ。なんでそれを作ろう。素材あるだろ。あるある。これ収納しといたまんま、あれだな、 DIY で作れたら楽なのにね。いちいち取り出さなくてもね。はい。はしご。はしご。あー、来た、来ましたね。これです。はい、作っちゃう。モンモンモン、モンモン、モン。はしごができた。これか、これを作って橋をかけないかんと。おう、粘土あってよかった。丸太の杭。丸太の杭。何、丸太の杭って。そもそもなんか、アイテムっぽいな、丸太の杭。
石が4つって書いてあったから、とりあえず石集めるか。じゃあかわいいでしょこれ。ブロン1、2、3。くそ、出てほしい時に出ないもんだな石。これで石はオッケーだな。丸太の杭ってなんだよ丸太の杭。あ、これか。木材、あ、作れるね。これがいくついるの？丸太の杭が4つ。あ、作れんじゃん。はい。もう一気に4個作っといてくれよ。これを4回繰り返すってことか。なるほど。やむを得ん。なんかもう昨日の話なんですけどさ、朝ごはん、なんだっけ、GST を食べますって書いたのかな。で、まあ GST って何ですかって、まあ当然なるじゃないですか。で、まあほとんどの人がガストですか、ガストですかって来たんですけど。で、まあその正解を、インスタのストーリーに載せたんですね。吉野家の写真をね、載せたら、GST じゃないですか。なんで、牛肉鮭豚汁ですかって言ってくる人が結構多かったんですよね。ええー、と思って。牛鮭定食知らねえのちょっと衝撃でしたね。吉野家みんな行かねえの？おしゃれだね。僕吉野家大好きなんでね。あ、もう作れんじゃん。やった。ブラそうなんだ。牛鮭定食知らねえんだと思ってさ。GST。びっくりしちゃった。橋ね。橋、まあ、かけるならこれぐらい普通のとこの方がいいでしょうね。わかりやすい。なんで、今、ハムスターが糸を垂らしてますけども、問答無用でここに橋を。想像しよう。ほわわわわ。おーい！いいね。オッケー。嫌がらせ。大人のリアクションですね、ハムさん。これ嫌がらせだな。いやでもこれね、この杭というかこの棒のとこに絶対ブラックバスはまりますからね。これ一級ポイントになりましたね、これは。やめちゃうのかよ。一級ポイントだぞ。これいらない？なんか、たまにはいいもんあげようかな。石。へえ、石かっつってこいつは仏ですね。あ、そうですか。おー、すごいね。できた男だね。もう俺ならその場で捨ててしまう。なんならハムスケの家の前に石を捨てて去っていったことがあるありましたね。で、はしごも作ったと。はしご。網がまず2ついらないね。これがいらないはずす。で、ここに、はしごにしたいね。はいはい。で、まあ、そうね。斜め鬱陶しいから、スコップを下にして、まあ、これでいいか。はしご、はしご。おお、ちっちゃくない？ちっちゃくない？使える？これ。お、金が鳴ってる。あとで。ああ、こんなとこにも金。治安がいいですね。暴動が起きますよ、あんまり。はしご、ちっちゃくない？あ、折りたたみだった。そう、はしごができたことによってだな。ここの雑草抜けるんだな。あ、結構あるね。結構あるな。これじゃあまた質問にしようか、ここはね。
まあ明日か。あ、結構あるね。そうですか。そうですか。結構あるわ。じゃあ明日か明後日やろう。ブラ。うわすごい。うわすげえ。すげえすげえ。こんなんすぐ借金返せんじゃん。もう一個あったよな。あー、あったあったあった。音が重い。ドスドス。おわーすげえすげえ。すごいすごいすごい。すごいね。社長はブラ。うん、やったよ、やってきた。うん、全部一日でできるね。あ、はい。明日じゃあ橋がかかってて、したら家の場所を決めさせられるんだな。いや、お前金もらった方がいいぞ、ほんとちゃんと。何でもタダでやってたらね、痛い目に遭うぞ。ローンの返済、あ、全部返せる。はい、やったー、ざまみろ。もうほら、もうこっち見てるもん、めっちゃ。めちゃくちゃこっち見てるよ。なんだよ、なんだそのや。増築しろとでも言いたいのかい。商売人間、うるせえな。こいつは商売人ですね。そう簡単にその手には乗る。乗るぜ。198,000円か。いや別に黒でよかったんですか。雪が積もっちゃってて黒が分かんないんだよね。うん、紫にしよう。今度ね、撮影が、いつだったかな、あるんですけど、今月その時に髪の色紫にしようかなと思って。まあ今のこのなんか抜けかけた赤にの上から紫入れるだけなんですけど、楽しみにしててください。蜂の巣が出るまで桃取ろうかな。未だに回避したことねえんだよな、蜂の巣。だ、網をもう最初から持っといてやれば怖くないっていうアドバイスをファンの方にいただいたんで、この可愛い網で奴らを倒す。こんな真冬にもいるのかな、蜂。リンゴだ。蜂いないね、全然。出てきてほしくないときはあんなに簡単に出てくるのにな。あれでかくない？あれバス？ほんと？でかい気がするよ、なんか。バスこんなに長いっけ？さあどうだ。よっしゃ。うわー、違った、やっぱり。パイク、オッケー。ちょっと長えなと思ったもんな。あ、そういえばね、皆さん、アージのあのマーブル柄のマスクあるじゃないですか。あれの白がサンプルが、非常にいい感じで上がってきたんで、これも発売で、結構でいきたいと思います。で、まあそうですね、受注がおそらく、いつだっけな、今月の末というか、まあ、27とか8とかそれぐらいから、受け付けられるんじゃないかなと思います。っていうのは、まあ撮影とかもあるんでちょっと時間がかかっちゃって申し訳ないんですけど、今月の末からは確実に受注開始できるということで、皆さんお待たせしました。楽しみにしててくださいね。よろしくお願いします。まあ、黒マスクってね、やっぱり、まあ、今では結構普通になってきたけどさ、一昔前はやっぱギョッとするもんだったじゃないですか。そう、だから一応まあ白いマスクも作って、で、ああいう大理石みたいなマーブル柄って、まあ、当然白いものもあるからさ、まあいけるだろうなと思ったらすごいいい感じにできましたね。
あら、楽しみに。え、何今の。え、何だったんだ。カブトムシみたいなやついたぞ。そう、あと、そのマスクと一緒に、あ、ふんころがしか。ふんころがしが、雪を転がしてるってこと？うわ、え？どうすんだよ、これ。おーし。でけえ。転がすものが違うでしょ、つって。むね、そうで白マスクと多分ほぼ同時にいけるんじゃないかと思うんですが、僕があのロック&リードの裏表紙でつけてる、ちっちゃいコフィンスタッド、棺桶型のピアスですね。あれの受注も、今月末から開始できると思います。で大体ね、そうね、 70% ぐらいの大きさだと思います。あの従来のコフィンスタッドに比べて。でまあ女性の方はね、まあ、顔の小さい方も多いでしょうから、まあ、サイズ的にも似合うんじゃないかなと思います。で軽いんで何より、耳につけてる時のストレスが、もう全然段違いで楽だと思いますので、ぜひね、通常のコフィンスタッド持ってる皆さんもチェックしていただきたいなと思います。お願いします。すげえ。じゃあこれ売りさばいて、ふうたさんに化石とふんころがし渡して、桃売りさばいて終わりにしようか。蜂出なかったな。ブロー。これ突っ込めないのかな、人に。ブロー。あー、避けちゃうな。これいいサムネになりそうなんだけどな。ブロー。よし、開店したばかりのたぬき商店に異常な数の桃を売りつける。なんかなんやかんやいいバランスっぽいな、この建物の配置ね。結構動きやすいですよ。すごいね、すごい。パイクは家に飾る。キャンパイは売れないんだっけ？あ、売れる。まあ、まあこんな感じかな。おお、まあまあまあ。まあまあだな。よし。いやもうそろそろね、この格好飽きたんですよね。さっき服屋さんの方がね、いらしてたんで、早くちょっと服屋さん、回転してほしいですね。新鮮だな、これはこれで。じゃあこの花を、これを加えてだな。これを加えてだな。どっか、それっぽい場所ねえかな。闇属性っぽい場所。いいか。タヌキと写真撮るか。じゃあこうで。こうでしょ？で、こう。あ、いい、いい。ちょっと、あ、俺がセンターに来ちゃうのか。そうか。タヌキと一緒にセンターにしてほしかったけど、まあいいか。ピウイ。あ、いいね。ちょっと上からいいね。はいはいはい。あ、いいっすね。ああ、なるほど。顔、顔ね。すげえな、これ。マジかよ。こんなことしながら写真撮れんだな。ああ、いい。いいけど、まあ、多分、これじゃねえ。これだよな、やっぱりな。あんな可愛いポーズでサムネを作るような人はね、俺以外にも死ぬほどいると思うから。俺には俺の役目があるということじゃないのかい。撮影。じゃあこれで。はい、じゃあみんな今日はここまでです。明日か明後日に、なんだっけ、なんかやるよ。なんかやります。今日の続きをやります。はい、では今日は曲作ります。応援してください。それでは皆さん、さよなら。ありがとうございました。